どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。さあということで今回も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の、音楽アーティストを中心に僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いでございます。はい、ということで今日も名盤の方をご紹介しようと思うんですけども、今日は久しぶりに登場でございます松田聖子さんの、名盤をご紹介しようと思います。昨年だったかな、風立ちぬというですね、名盤を、ご紹介した、以来ということですけども、まあ、松田聖子さんって僕はよくこのチャンネルでは、出すわけですけども、まあ、名盤といえばなんだろうなって考えた時に、僕ずっと風立ちぬかなって思ってたんですけども、まあ、もちろん風立ちぬも名盤だけども、もう一個僕はですね忘れてはいけない名盤が、あるんじゃないかと思っております。それが今回ご紹介するこちらでございます。ユートピアね、これをね本当にね、もうまさにこれは僕まあ名盤なんじゃないかなと思ってますけども、風立ちぬっていうのはまあ、大竹栄一さん色っていうのがかなり強くて、ある種のこうコンセプト軸の部分が僕的な、個人の見解では感じられたんですけども、まあ、このユートピアっていうのは結構ね、作曲家作家人なんかで、ばらつきがあるというふうに思うと同時に、まあ、やっぱり一曲ごとのクオリティのセンスで、例えばまあ作曲家でいうと、まあ、細野晴臣さんが参加していて、その細野晴臣さんの、まあ、ちょっと当時の YMを感じるようなテクノポップ感のある天国のキスっていう楽曲があったりとか、あとまあ甲斐義博さんなんかが作った楽曲、まあ赤い靴のバレリーナとか、まあ、僕名曲でね、まあ僕この赤い靴のバレリーナをね過去一回動画にしたことがあるんです。あまりにも歌詞が良すぎて、まあそれぐらいですね、結構いろんなエッセンスが含まれている、そんな名盤になってるんじゃないかなというふうに思いますので、今回もですね前回同様に、まあアルバムの概要とそれから曲の、ご紹介を、していければなと思います。今回このねユートピアでございますけども、これはですね1983年に出されて、まさにこのユートピアっていうのは6月に確かリリースだったと思うんですけども、まあ、夏を感じさせてくれるという意味が非常に多いですね。で、まあ、まさにこのユートピアっていうのもね、このタイトルのユートピアっていうのもやっぱりこう浮世離れしたそんな、幻想的な世界っていうのがね、一応コンセプトになってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、松田聖子さんのプロデューサーで有名な、若松宗男さんという方、この方がまあそのまあ、イメージとしてはね、まあ、世間の、まあ、忙しさだったりとか大変な毎日というものをですね、忘れて、ユートピアにいるような気分になってくださいみたいなね、そういう、なんか思いが、当時あったらしくてですね、そういう意味で浮世離れした、まさにでも松田聖子さんの世界観というのはそういったファンタジーな部分で非常にアイドルのような、そういった部分は非常にあるなというふうに思っているので、まあ、まさに松田聖子さんらしいといえば松田聖子さんらしいのかなというふうに思います。このジャケットがね、なんかもう色気もあると同時にですね、やっぱりこの透き通った透明感のある美しさっていうのを感じることができますよね。これはですね、聖子ちゃんカットのまあモデルとも言われる、まあ、オリビア・ニュートン・ジョンというね、のまあ海外のね、これ有名な歌手の方の、水の中の妖精というジャケット写真のまあオマージュということで、これ実際なんか西新宿の高層ビルのプールで撮影した、らしいんですけどもね。でですね、この写真っていうのもいっぱいある写真の中から、なんかこう素朴な感じっていうもので選んだみたいな話を確かしていてですね、なんか着飾ってないっていう部分ですよね。でまあ当時シティポップなんかが、まあね今でも語られるほどまあ人気というかそういう時代でもあったので、まあ非常にですねそういった、まあ AOR 色の感じる、楽曲ですよね。セイシェルの夕日とかもそうかもしれないですけども、そういったリゾートサウンド的な部分もねやっぱりあります。ユートピアというタイトルね通りやっぱそういった異国情緒あふれる楽曲なんかもあるんですけども、これ83年なんですけども、その82年の同時期、まあ、夏をテーマというかね、夏というかね、そういった、時期に出されたパイナップルっていうアルバムがあるんですよね。で、このパイナップルっていうアルバムも、まあ、僕好きなんですよ。まあ、赤いスイートピーが入ってたりね、しますしね、だけどこれも一応夏で、その、翌年このユートピアというアルバムなんですけども、まあ、同じ夏という時期に出されたそういった夏のエッセンスを含んだアルバムとしてはちょっとですね、松田聖子さんが大人になったというようなそういった節も感じたりしますよね。なんか僕のやっぱ直感だとやっぱりこの歌詞の世界観に入り込むその松田聖子さんのなんか演技力というかそういったものがですね非常になんか向上してるなと、生意気ながら勝手にですねそんな、ことを考えたりしております。まあパイナップルも名盤なんですけどね、このユートピアもねちょっと違う色が楽しめるのかなと、ちょっとシックな大人的な部分もねやっぱ感じるかな。ちょっとパイナップルはティーン的な部分というかね、若い、なんか、キャピキャピしたエネルギッシュさっていうのはまだある、まあ
フレッシュな感じ。ただちょっとねやっぱりこのユートピアっていうのはちょっとね一旦こうシックに落ち着いてみましたっていう部分が感じられたりするんですよね。同じ松田聖子さんのアイドルとしての見方もですねこうグッと変わってくる、そんな、名盤なのかなというふうに思います。でですね、まあ、風立ちぬとの比較もですね、まあ、もちろん大竹栄一さん色っていう意味も、まあ、風立ちぬはあって、まあ、でも風立ちぬは僕は本当名盤だと思って、いるんですけど、まあ、まあ風立ちぬもそうなんですけど松本隆さんがまあほとんど曲書いてるんですよ。歌詞をね、書いてるんですけども、実際にこの松本隆さんとプロデューサーの若松さんが、なんかちょっとね、こうコンセプトをなんか、立案してですね曲ごとにバラエティを持たせるためにいろんな作家をこう起用したなんていうそういった話なんかもね、ありますけども、やはり本当にこの作家陣がすごいですね。まあ、細野晴臣さんもそうですし、まあ、木杉孝雄さんであったりとか上田千佳さんという方であったりとかね、あとまあもちろん、異色なのが甲斐義博さん、異色というかね、うん、まあ珍しい甲斐義博さん、なんかが参加していたり、あとは、松任谷由実さんも、参加していたりしますね。まあ松田聖子さんといえばまあね財津和夫さんなんかもね、参加しておりますけども、アレンジャーの、面々が、やっぱ素晴らしい、大村正明さんは、結構ね松田聖子さんの楽曲には、まあ欠かせない人物で、セイシェルの夕日このアルバムでは、書いてますけども、まあアレンジとしてもですね、楽曲に結構関わっている方ですよね。それと同時に瀬尾一蔵さんというですね、まあこの方は中島みゆきさんであったりとか長渕剛さんの印象が非常に強い方なのかなと思うんですけども、まあこの方もね、まあアレンジとして参加しているということで、まあ非常にですねこうなんていうか統一感はないとは僕はやっぱ思いますよね。なんかそのいろんな畑の人が集まって、最高傑作を作るみたいな、そういうなんか、バリエーションという意味で楽しめる、名盤なんじゃないかなというふうに思います。瀬尾一蔵さんはですねディレクターというかプロデューサーの、若松さんがなんかね拓郎さんのファンでね、瀬尾一蔵さんはまあもともと吉田拓郎さんの楽曲なんかもね手掛けているというかアレンジしていたので、それでね一緒に仕事してみたいっていうのは常々やっぱ思ってたらしくてね、それが実現したと、いうことなんですよね。と面白いですよね、そう考えると作家陣だけ撮ってみてもね。当時松田聖子さんもかなりね忙しい時期というか、非常に大変な時期、だったんですけども、やっぱり松田聖子さんの、まあ、その曲に対するその主人公になりきる力であったりとか、まあね松田聖子さんといえばね僕もいい意味でですねちょっとこうなんか、ツンデレ的な小悪魔的な部分ですよね。そういった楽曲が多いというか、そういったキャラクターとして楽曲の中で、登場してくること、特に松本隆さんの詩なんかではねそういう節があるんですけども、まさにそういう松田聖子さんのちょっと小悪魔要素みたいな部分のそういうちょっとキャピキャピした歌い方もありですね、それと同時に、まあ、ちょっとこう落とすところ世界観、例えばセイシェルの夕日だったらそこのセイシェルというね、現場、そういった幻想的神秘的な世界観にまさに、入り込むような松田聖子さんのこうおっとりした歌い方、かといえば、赤い靴のバレリーナのようなちょっと寂しげで切ない気持ちっていうものを表現するちょっとボソッとつぶやく歌い方、まあ、いろんな歌い方にもですね個性があるというか、そこのこう表現力ってやっぱ非常にね、松田聖子さん、素晴らしいなと本当にやっぱ思いますね。後ほど紹介しますけども、マイアミの午前5時とかの楽曲の中ではね、すごくやっぱりこうレコーディングしてる時もその歌では実際にマイアミとあったりとかセイシェルを感じないみたいなこと言われてね、何回もテイクを重ねていたみたいなね、そういった、大変なこともあったんですよね。まあ忙しい中ででもやっぱりそういうこうね、指示もありながらそれを体現して名盤を作っていく松田聖子さんのやっぱり歌声とか表現力っていうのもね、欠かせないものなのかなとは思います。で楽曲を紹介していこうと思います。まず1曲目ピーチシャーベット、まあこれはね本当に1曲目としてかなり、ふさわしい楽曲ですよね。サビの高揚感のあるメロディーラインであったりとかで、まさに夏を感じる楽曲としてもね、なんかアイドルらしいというかフレッシュな感じが、楽しめるのかなというふうに思います。なんかイントロとか撮ってみてもなんか60年代のこうオールディーズを感じさせてくれるような、そういったね雰囲気なんかもあるのかなというふうに思いますけど、やっぱり松田聖子さんの、まあ、そのツンデレちょっと小悪魔的な、まあ、そういう美しくて甘いいう雰囲気になんか男性を魅了するあの歌い方歌い回しがいいですよね。で松本隆さんの歌詞もねやっぱりそれに融合して素晴らしいんですよね。あなたのアドレスの女の子の名前、ライバル多いほど燃える、もうあなたは私の瞳の虜、離さないとかね、なんかこう女性心というか、うん、なんかやっぱりこう男もねいろんな人からモテる男ってやっぱり、なんかすごいレア感があって、ちょっとなんかときめくみたいなそういうね背景もあると思うんですけども、なんかそういうこう女心っていうのをこうしっかり捉えてるのが松田元隆さんの、まあ、
市の魅力かなというふうに思います。まあね、後々バイバイプレイボーイとか言ってますけども、それは一旦ね置いておきましょう。そしてマイアミ午前5時、これはね本当にファンの間というか、まあだあのかなり有名な楽曲ですよね。これも高いクオリティな楽曲なんじゃないかなと思います。これ木杉隆夫さん、ですけどもね、一番最初のこうドラムから始まり、そしてコーラスが始まるという、非常にこれもねアップテンポな楽曲なんですよね。ただちょっと歌詞が切なかったりするんですけども、まあ、まさにこれこそね、僕はこのアルバムの中でも、まあ、僕は大好きな楽曲であると同時に、このアルバムを物語る楽曲なんかでも、あるんじゃないかなというふうに思います。マイアミっていう部分のその世界観ですよね。マイアミなんてね、実際には当時関係者もあんまり行ったこともないし、そういう中でやっぱりああいうリゾート的な世界観、まあその日本とは違う異国情緒というものを表現してるという意味で名曲なんじゃないかなというふうに思います。まあ80年代って結構海外旅行ブームというふうに言われてたらしくて、なんかねその若松さんなんかが言っていたのは、やっぱりその海外旅行ブームっていうのはね、ちょっとこう松田聖子さんであったりとか、そういった、方々のですね、ちょっと異国、情緒を感じるようなこういった楽曲っていうのも一つのなんか背中を押してる要因になってるんじゃないのかなみたいなことを言ってますね。このレコーディングでも、まあそのねプロデューサーが、松田聖子さんにこんな歌い方では歌詞に出てくる土地の雰囲気が出てないみたいなことを言ってたらしくてね、そういうこう難しい状況の中でレコーディングされたということでね、非常にこのマイアミの午前5時は、まあライブでもね、かなり僕もライブ行った時なんかもね盛り上がって、いましたね。名曲だなと思います。素晴らしいんです、歌詞が、靴の底には、砂が詰まっていたいから、逆さに振れば二人だけの夏がこぼれるわっていう、このねもう松本隆さんらしいというか、おしゃれでね、情景も浮かぶ。そして、水色の午前5時、車の来ない道の白いセンターライン、駆け寄ってさよならとキスしてねっていうね、もうまさにこれドラマのね、名シーンのような、そういった描写を切り取ってる歌詞、これもまた魅力かなと思います。そしてですね、セイシェルの夕日、これは大村さんですね。このフルートのようなイントロがまた、ちょっと異国情緒を感じるようでめちゃくちゃいいですよね。まあ、これもですね、もう幅広い年齢層から支持を得ているような楽曲でございます。大村さんといえばね、冬の恋人たちという、松田聖子さんの楽曲なんかもありますけども、ああいうちょっとしっとりとした松田聖子さんのこうバラードというか、そういったものが非常にあの大村さんもなんか特徴なのかなと僕的にはやっぱり、思っております。で、まあ、これこそまさにあの AOR テイストというか、まあ、そういったシティポップの要因なんかも含まれている、楽曲なんじゃないかなというふうに思います。やっぱりこのセイシェルの夕日なんかから感じると、まあ、夏というテーマだけを切り取ると、そのですね、その前年に発売されたパイナップルというアルバムよりもかなりやっぱり大人びてる部分ですよね。このセイシェルという街並みをバックに歌ってるということが、まあなんかちょっとこう達観した20代後半から30代にかけてのちょっとした大人の女性の哀愁というものも感じることができますよね。歌詞もすごい好きですね。セイシェルの夕日が今海に沈んでくわ、真っ赤なインク海に流してるあなたにも見せたいわっていうね、こういう情景描写が非常に豊かですよね。まあ、バラードとしてもかなり名バラードかなと思います。はい、そして小さなラブソングですね。これはですね、財津和夫さんの、まあ、美しいメロディーラインが、特徴であると同時に、松田聖子さんが初めて作詞、ということで筆を取った楽曲でも、あります。まあ、松田聖子さんの作詞もね、どちらかというと松本隆さんよりかはストレートで、まあ、女の子らしさっていうのが非常に感じられることができるのかなというふうに思います。で、メロディーラインもね、財津和夫さんらしいって言っていいのかわかんないですけども、まあ、いい意味である意味素朴な、メロディーラインというか、着飾らないメロディーラインっていうんですかね、そういうアレンジも含め、そういう部分がすごくあのストレートに、表現していて、でそれに、まあ、覆いかさばるような、松田聖子さんの、ストレートな歌詞っていうのも楽しめるのかなというふうに思います。僕が好きな歌詞はね、もしあなたがギターを弾いたら歌いたい、そうよ私が作ったラブソングという、こういう歌詞も、すごいいいですよね。そして天国のキスでございますけども、まさにこれはね、細野晴臣さんらしい、楽曲でございます。これこそまさにこの癖のあるイントロというんですかね、非常にねあの面白い入りから始まるんですけども、まあ、これは当時の、まあ、細野晴臣さんの、まあ、YMO なんかの、やっぱりテクノサウンドというものがこうバックグラウンドとしてはやっぱあるのかなという
ふうに思いますけども、やっぱりね、何がすごいかっていうと、メロディーがものすごいキャッチーなんですよね。アレンジがちょっとね面白いんだけども、メロディーは非常にキャッチーだということですよね。アップテンポな、まあノリノリになれるナンバーで、ライブでも盛り上がりますね。これギターとしてですね、鈴木しげるさんも参加しているんですよね。本当にこれ松本隆さんの作詞も素晴らしいんですけども、松本隆さんはですね、この楽曲が松田聖子プロジェクトにおける最高傑作ということをですね、言ってるぐらいですね、松田聖子さんというアイドルというものをの作詞をするにあたっての最高傑作だということを言ってると。まあね、本当にこれはまあアイドル的な要素もありですね、まあ、あのアーティスト的な、そういった音楽的な領域も広い楽曲ですよね。好きな歌詞がですね、ビーズの波を、空に飛ばして泳げないふりわざとしたのよ、ちょっとからかうはずだったのに抱きしめられて気が遠くなるというですね、まさにこれは脳殺ですよね。世の男性の皆さん、脳殺という感じで、本当にこのね、小悪魔的な部分、そしてツンデレのデレの部分なんかもね反映されている、まさに松本隆さんが松田聖子さんに書くような、そういった歌詞のね、なんか、金字塔というか、まさにこれだろという感じでございます。で、ハートロックですね、これ甲斐義博さん登場してきますけども、甲斐義博さんらしいというか、甲斐義博さんというまあロックというイメージが、あるのかなというふうに思いますけども、まあ楽曲的にはこれは非常に、モータンビートというか、モータンサウンドというものが反映されているような楽曲ですよね。どちらかというとこう、まあ70年代、80年代にかけてっていうところのね、そういった海外色を感じることができますよね。ババンバンみたいな、そのモータンビートですよね。それが非常にかっこいいですよね。ギターの音も非常にこうクラシックな雰囲気なんかもあって、めちゃくちゃいいなと思います。でですね、まあね、これも歌詞の世界観もやっぱ面白いんですよね。その女の子が男の子に対して歌ってるんですけども、その男の子っていうのはね、非常にこう真面目な方でね、もっとねこうなんか、その女の子からしたらね、なんかつまんないわみたいなね、もっとあなたが好きだから、もっと私をロックしてって、このハートロックっていうこの LOCK のロックと、そしてロックンロールのね、ROCK のロックがかかってるわけですよね。もっとロックに行こうよみたいなね、あなたはねクラシックのコンサート連れてきてくれたけども、もうバッハはたまにでいいから、私はロックがいいみたいな、そういうことですよね。なんかこう真面目で退屈なのはね、ちょっとなみたいなね、あなたのことが好きだけど、たまにはあなたがこうもっとロックに楽しんで、なんか恋愛しましょうよみたいなね、ニュアンスかななんていうふうに思うんですけどもね、歌詞の中でも、あなたは自分でも気づいていないでしょうけど、メガネを外したらハンサムね、違う人みたいみたいなこと、歌詞これもなんか秀逸ですよね。なんか普通に言われたら嬉しいセリフというかね、なんかちょっとね、まあ真面目な方なんでしょうね、メガネをかけてるってことでね。ハートをロックされたいの、家まで送ってとせがみ、間違えた道を教えるわ、このまま時間に鍵かけてってね、このなんか女の子の方がものすごくこう主導権を握ってる、男性タジタジな世界観ですよね。あざといなと思いながらも可愛いなという方が、先行してしまう松田聖子さんのこれは魅力なのかなというふうに思います。松田聖子さん、この ROCK と LOCK のロックとロックの歌い方のこうなんか難しさを感じたみたいなこと言ってますけどね、これはぜひですね、男の人はキュンキュンすると思うんで聞いてみてください。そしてバイバイプレイボーイっていうね、非常にこれも名曲かなと思います。財津和夫さんですね。これはまあこのアルバムの中でもね、ちょっと特殊な曲と言った方がいいのかなと思います。まあちょっと、歌詞の世界観とはかけ離れてるんですよね。バイバイプレイボーイってこのタイトルがまたすごいですけどもね、まあでもやっぱりこうアイドルらしい、イメージもありますよね。財津和夫さんを感じますね。好きな歌詞がね、グッバイバイプレイボーイと、かっこいいけど見せかけだらけね、何もない人っていうね、こんな冷たいこと 言わないでっていうね、そういう楽曲ですよね。かっこいいけど見せかけだらけの何もない人ってね、全然さっきのねハートロックとは真逆の世界観って感じですよね。なんかあんた口だけねみたいな、中身ないわねみたいなね、なんかまあ、なんかチャラくていいけどみたいな、なんかでも中身ない、薄っぺらいねみたいな、ね、ハートとロックと真逆だろみたいなね。そしてですね、続いて赤い靴のバレリーナ、これは僕ね、この曲について、動画で解説したことがあるんですけども、これは本当にね、甲斐義博さんのメロディーラインも素晴らしい、瀬尾さんのアレンジも素晴らしい、そして松本隆さんの詞が素晴らしい、まさにこれは、バラードとして僕は松田聖子さんの中でももう僕ベスト5に入るぐらい好きな楽曲なんですよ。これが特に僕はやっぱこのアルバム、まあ名盤を買った理由っていうのは、この曲聴くためみ
たいなね、ところもありますけどもね、やっぱりこれはね、あの歌い方もバラードとしての歌い方も素晴らしいんですけども、まあ A メロなんかのね、ちょっとこう寂しい毛でもあり、ただ恋をしている女の子の繊細な、ちょっと嬉しくてでもちょっと寂しくてでもちょっと照れくさくてっていうね、なんとも言えない複雑のこの入り組んだ心境っていうものをですね、こうボソボソとこうね、つぶやくように表現している、松田聖子さんの歌唱法っていうのが非常に素晴らしいですよね。詩で言うとやっぱりね、前髪1ミリ切りすぎた午後、あなたに会うのがちょっぴり怖い、一番綺麗な時の私をあなたの心に焼き付けたいからというね、この松本隆さんの秀逸な歌詞、これがもうね、素晴らしいと、僕はもうね、これ以上の歌詞はもうないと思ってるんでね、松本隆さんの好きな詩って全体いろんなアーティスト含めてこの歌詞は僕素晴らしいと思います。そして秘密の花園でございますけども、まあ、これもシングルとして出されましたけども、これはね松任谷由実さんでございますね、非常にこれはね、最初ね、これもなんかねスケジュールの関係上ですね、最初詩が、だけ上がってきて、その後松任谷由実さんに、曲の依頼があって曲つけたということらしいんですよね、うん、まあユーミンらしい旋律でもあり、まあ、その状況の中で、メロディーつけたユーミンってすごいなと思いますけどもね、ファンタジーとリアルの融合っていうのが楽しめる、そしてまあサウンド的にはかなりこれも松任谷由実さんらしいポップス路線っていうのがど真ん中な、楽曲なのかなというふうに思います。かなりの名曲なのでね、あれですけども、好きな歌詞が月明かり青い岬にママの目を盗んできたわ、真夜中に呼び出すなんてあなたってどういうつもり、真面目にキスしていいのなんてムードを知らない人ああ焦るわっていうね、そういう歌詞、素晴らしい歌詞だなと。最後ですね、ラストメディテーションでございます。これ上田千佳さんという、まあ、シンガーソングライターであり作曲家の方が、書いてるわけですけども、ものすごいこれもですね、まあなんか曲の展開が面白い、行ったり来たりという感じで、かなり冒険的な楽曲に仕上がってるのかなというふうに思います。アレンジなんかもですね、シンセサイザーが、非常にこうなんか、貴重となって面白い楽曲でございます。メロディーラインなんかもですね、上田千佳さんってもともとですね、このクラシックっていうのが、まあ、背景にある方だったりするので、そういったところからちょっと異色な感じがメロディーなんかでも伺えるのかなというふうに思います。これ歌詞が好きなのがね、もしもあなたが船だったら港になりたい、嵐を逃れ帆を下ろせる、岸辺になりたい、メディテーションっていうこの歌詞とかも非常に好きですね。はい、ということで今回、ユートピアご紹介しましたが、ぜひ皆さんね必聴メンバーなので聞いてみてくださいということで、今回以上です。ありがとうございました。